赤と青の衣装に隠された秘密ファンを魅了するナンバーアンダーラインアイの戦略とはショー、騎士、神宮寺の激しいダンスバトル FNS 歌謡祭夏のステージ裏話7月3日の水曜日待ちに待った FNS 歌謡祭夏スペシャルに初めての出演を果たしたナンバーアンダーラインアイが圧倒的なパフォーマンスを披露しました新曲 ボンは何度聴いても心に残る曲で、放送後には多くのファンがその余韻に浸っていました。番組の画質と音響の良さも相まって、視聴者はまるでライブ会場にいるかのような臨場感を味わうことができました。特に印象的だったのは、翔くんのダンスの切れ味、騎士くんの指先まで神経が行き届いた動き、そして神宮寺くんの激しいパフォーマンスでした。これらの個々の動きが絶妙に調和し、 一体感のあるパフォーマンスを作り上げていたのです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれ異なる魅力を持ちながらも、全員が一つのユニットとして完璧に機能していました。翔く君の力強くも繊細なダンスは見るものを引き込み、岸くんのスムーズな動きは優雅さを感じさせ、神宮寺君のエネルギッシュな踊りはまさに踊る神様のようでした。彼らのパフォーマンスを見た観客からは、 これ以上ないほどの称賛の声が上がりその感動は SNS を通じて瞬く間に広がりました番組の間観客の視線を釘付け気にしたのはナンバーアンダーライン愛だけではありませんでした他のアーティストたちのパフォーマンスも素晴らしく特に赤本のシーンでは多くの人々が感動の涙を流しました照明の使い方やカメラワークの巧みさが一層その魅力を引き立て 視聴者は新たな視点から彼らのパフォーマンスを楽しむことができました。また、番組終了後には、出演者同士の交流の様子も話題となりました。特に、他のアーティストに拍手を送るナンバーアンダーラインアイの姿が多くのファンの心を温かくしました。彼らの謙虚でありながらも自信に満ちた姿勢は、多くの人々に深い印象を与えました。さらに、 彼らのサインや衣装にも注目が集まりました。翔くんの小さなサインや赤い衣装をまとったパフォーマンスは、ファンにとって最高のプレゼントでした。今回の FNS 歌謡祭夏スペシャルは、単なる音楽番組の枠を超え、視聴者にとって特別な時間となりました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはもちろん、他のアーティストたちのパフォーマンスも含めて、一つ一つの瞬間が記憶に刻まれました。 そしてその一体感や情熱は多くの人々にとって忘れられない夏の思い出となったのですこのようにナンバーアンダーラインアイの初出演は大成功を収めましたがその裏には彼らの努力と情熱がありました長いリハーサルや練習を経て彼らは完璧なパフォーマンスを披露するために全力を尽くしてきましたその結果が今回の圧巻のステージに現れていたのです 観客からの反応も非常に良く、多くの人々が彼らの成長と進化を感じ取ることができました。一方で、彼らのパフォーマンスがこれほどまでに成功した理由の一つには、視聴者との深い絆があると言えるでしょう。彼らは常にファンの期待に依頼、その期待を超えるパフォーマンスを提供し続けています。今回の FNS 歌謡祭夏スペシャルでも、その姿勢は変わらず、 視聴者は彼らの真摯な姿勢に感動し、より一層の指示を送ることとなりました。また、彼らの衣装や演出も非常に工夫されており、視覚的にも楽しませる要素が多く含まれていました。赤本の情熱的な照明やカメラワーク、彼らの動き一つ一つが緻密に計算されており、それが観客に強い印象を与えました。こうした細部にまでこだわった演出が、 彼らのパフォーマンスを一段と際立たせていたのですさらに彼らのパフォーマンスが他のアーティストたちとどのように調和していたかも注目に値しますナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスがひときわ目立っていた一方で他のアーティストたちもそれぞれの個性を発揮し全体として非常にバランスの取れた番組となっていましたこれにより視聴者は多様な音楽の世界を楽しむことができ 彼らの新たな一面を発見することができました。今回の番組を通じて、ナンバーアンダーライン愛はその存在感をさらに強く印象づけました。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントの域を超え、視聴者に深い感動と共感をもたらしました。そして、その背後にある努力や情熱が、多くの人々に勇気や希望を与えました。これからも、 ナンバーアンダーラインアイの成長と活躍から目が離せません彼らの次のステージがどのようなものになるのかますます期待が高まります彼らの新たな挑戦と進化を見守りながら私たちも彼らの旅に寄り添っていきたいと思います最後に視聴者に問いかけたいと思いますあなたにとってナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはどのように映りましたか 彼らの成長と進化を感じましたかそして、次回のパフォーマンスでどのような驚きや感動を期待していますかこの問いかけを通じて、多くの人々が彼らの魅力を再発見し、さらなる支持を送ることを期待しています。ナンバーアンダーラインアイのこれからの活躍に期待しつつ、私たちも彼らの成長と共に歩んでいきましょう。 彼らのパフォーマンスが私たちに与えてくれる感動や喜びを共有しながら、彼らの新たな一面を見つけていく旅を楽しみにしています。そして、その旅の中で、私たち自身も新たな発見や成長を遂げていけることを願っています。このように、FNS 歌謡祭夏スペシャルは、視聴者にとって特別な一夜となりました。n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスを通じて、多くの人々が感動し、 勇気をもらい、彼らの未来に期待を寄せています。彼らの次のステージがどのようなものになるのか、今から待ち遠しい気持ちでいっぱいです。そして、その日が来るのを楽しみにしながら、彼らの成長と共に私たちも歩んでいきましょう。彼らの次なる挑戦がどのような形で私たちの前に現れるのか、期待に胸が高鳴ります。その期待感は、 彼らがこれまでに見せてきた進化と成長に裏打ちされており、視聴者の期待に応えるだけでなく、それを超えるパフォーマンスを見せてくれることを信じています。特に、彼らのライブパフォーマンスにおける圧倒的な存在感とエネルギーは、常に観客を魅了し続けてきました。これまでの彼らの歩みを振り返ると、デビュー当初から現在に至るまで、彼らがどれだけの努力を重ねてきたかがよくわかります。 最初は小さなライブハウスでの公演からスタートし、徐々にファンを増やし、ついには全国規模のアリーナツアーを成功させるまでに成長しました。その過程で彼らが経験した困難や挫折、それを乗り越えるための努力と情熱が、現在の彼らの姿を作り上げているのです。また、彼らの楽曲には常にメッセージが込められており、それがファンの心に深く響いています。例えば、ボンの歌詞には、 自分自身の信念を貫き通す強さや、周囲の期待やプレッシャーに屈しない決意が表現されています。これらのメッセージが、特に若い世代のファンに大きな影響を与え、彼らの応援の声を支えています。彼らの魅力は、パフォーマンスだけでなく、日常生活やインタビューにおける姿勢にも表れています。彼らの謙虚さや誠実さ、人々に対する思いやりが、 ファンの心を掴んで話さない理由の一つです。ファンイベントや SNS を通じてのコミュニケーションでも常にファンを大切にする姿勢が伝わり、その結果として強い絆が生まれています。そして彼らの衣装やビジュアルも常に新しい挑戦を続けています。ファッションやメイクにおいても時代のトレンドを取り入れつつ自分たちの個性をしっかりと表現しています。これにより、 ファンは常に新しい発見や驚きを楽しむことができ、彼らの一歩先を行くスタイルに共感を覚えるのです。次のステージでは、どのような新しい挑戦が待っているのでしょうか。もしかすると、新しい楽曲やダンスパフォーマンス、さらには海外進出など、多岐にわたる可能性が考えられます。彼らの成長と進化を見守りながら、私たちもその度に参加することで、 新たな感動と驚きを体験できることでしょうまた彼らの成功が他のアーティストたちにも刺激を与え音楽業界全体の活性化につながることも期待されます彼らのように情熱を持って努力し続けるアーティストたちが増えることでより多くの素晴らしい音楽が生まれファンに届けられることでしょう